生きたかし11月12日台は、日本の政治家、公認会計士、税理士、鳥取県米子市長、鳥取県米子市東町生まれ、生まれて間もなくみ生に引っ越す。米子市立福佐小学校、米子市立福佐中学校、鳥取県立米子東高等学校卒業。1996年3月、中央大学小学部会経営学科卒業。 公認会計士二次試験に合格し、大田明和監査法人に入社。2000年4月、公認会計士登録。2004年、米子市にて、行き会計事務所を開設。税理士登録。2017年4月16日に行われた、米子市長選挙に自由民主党、民進党、公明党の推薦を受けて、立候補。 JR 米子駅の南北自由通路一体化事業の凍結を訴えた全市議の山川千穂、日本共産党県委員会常任委員らに候補を破り初当選を果たした。4月24日、市長就任。当日有権者数、12万1164人、最終投票率 46.、46.09%2021 年、無投票再選。小学校、 中学校時代を通じて、会計の温泉街は、子供の頃の遊び場だった。趣味は読書、旅行、ドライブ、子供と遊ぶこと。米子市は2017年10月2日から4月の市長選で、初当選した息の試算を公開。市長の資産公開に関する条例に基づくもので、任期が始まった4月24日現在の試算で、ある。 報告書によると、土地はなく建物は、米子市会計5丁目の自宅342.4平方メートルを所有する。預金は102万367円。株券は三井住友フィナンシャルグループ1万2500株。ゴルフ場会員券は、大仙平原ゴルフクラブ1件、乗用車1台を持っている。貸付金は837万6840円。借入金はなし。 ありがとうございます。